声出ししないと今のうちにお話しして、ライブの前に声出しのラジオ配信。伊豆ばば、シカちゃん、ナポスケ、オリー、こんにちは。今日は名古屋でリリースイベント13時からオース DT ビルディングでリリースイベントからの名古屋レジェンドホールでワンマンライブです。やったワンマン。ワンダおはよう。おはぎおはー。りょうさんおはよう。あこちゃん、新幹線の新幹線で向かってきてくれてる、ありがとう。名古屋か、そうだよ、今名古屋、名古屋遠征中です。支度しながらちょこっとしか配信できないけど、あとは50分頃からやりたい予定だったけど無理だった無理だった。ハゲ13時か、起きてるかな、起きてる起きてる。この後寝ちゃうの、もちゃん、あ、もちゃん、あや、このルーム初だっけ、うん、違うもっちゃんだったりして、違う方かな、あ、じゃないと思ったら、あ、そうだよね、え、そうだっけ、なんか違うアカウント、森名古屋なのに行けないみん、行けない民、民、民、モーリー、ミクちゃんの方もあれ来てくれたよね。ミクちゃん、ミクちゃん、ケッケこんちは。今日もよろしくだぜ。やばいやばい、支度。クリちゃんおはよう。寝癖見に来たのにごめんって寝癖もう直しちゃった。もうすでにラジオじゃないにしても寝癖直しちゃったわ。クルトさんおはよう。え、サバサンド買った、もう食べた、あれめっちゃ美味しい、みんなにも見つけたら食べてほしい。おはい、おはおは。けっけヒカキンさんの動画見てた、ちょうど、まあ、新潟つながりってことでね、ちょうどね新潟県民、こっそりリトボもらってた、いいよもらってきな、ファンになってて、ショパンザイジャパンのもうすでにファンね。個人ルーム初なんだね、おもちゃん、いつも話してたな、公式とかだったのか。フォローしときます、ありがとう。やったみくちゃおつ、うん、昨日の夜笹川配信したの、ののかがね配信してくれとって、朝ありがたい、お誕生日がある、お誕生日があるののか、キラキラなのか。クルタさん食べたよ、お、もう食べた、美味しかった、新潟ご当地グルメサバサンド。ミチおはよう、自己紹介、バンザイジャパン新潟県の伝道師笹川笹です。今名古屋に私たちは来ております。たみたみおはよう、こっぱちゃんおはよう、まあおはよう、カマラヤッホー、いえみちおはささたくおはようございます。みちメタル配信ありがたい。それで朝のうちにカムラグ寝癖をもう直しちゃいましたね。しっかり治りました、がっつりライブ頑張、ありがとう。道メタル、道メタルネギくれてるじゃん、ネギキラキラのネギ。ケケ私服大好きマンなのに、あ、え、そうなの、ワンマンからか、え、どこ行ってるの、なんか予定あんのかな。たみたみまた寝そう、おやすみ、笹川ボイスでお眠り、ネロおはよう、おはよう、おはよう。みち今日はゆっくり在宅してます。わ、まだ新幹線乗ったら全然間に合うよ、ブーン
かなか。なんかちょっと眠気がすごいのでわかる。コーヒー飲もう。笹鴨ももう今日眠たいんじゃないかなっていうことを見越して、昨日のうちにすでにコーヒーを買っておいた。まだ飲んではない。あとキレートレモンをね2本買っといた。ペンラだよ。そう、笹がネギって呼んでる。ネギペンラ、ペンラ、ペンラ。めっちゃ色合いがネギじゃん。ネオチラネロ、今向かってます。イエーイ。おいで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 。名古屋、名古屋。でも可愛い女の子がいると聞いて、どこ？どこに？たみたみ寝たらお話し会できん。今日お話し会か。お話し会っていっぱいあるね。これもお話し会じゃん。あと5時間ぐらい。あ、めっちゃ寝るね。おやつの時間や。まこちゃん今日さっちゃんとオースデートできるかな。普段できない形もしてもらえたな。でも今日笹川とデートしてくださる方なんて、リリーベ予約ないからさ、誰が来られるか実際には分かんないけど、でもそんないない気がする。 いてほしいけど、そんな笹川とおデートしてくださる方そんないないような気がする。分かんない。今日リリーベク来れるよーの人、プチャヘンザね、リリーベいつも出てからのお楽しみみたいなとこある。たくさん人来てくれますように、ますように。そう、今日のリリースイベントはね、なんと私服で大須商店街デートできちゃうんですよ。でもあんま混んでないといいね。お化粧中なう。みち、ライブはしばらく我慢の子。まあでもそうだよね、本当はそうなんだよ。やばい、髪がまだ半乾きだ。あ、こっち今キレート飲んでる。噛んだ。キレート飲んでる。キレートレモン飲んでる。一緒じゃん。笹がこれから飲む。これからビタミン摂取する。じゃあ今日の私たちどっちもキレートレモンでできてるってこと？ってこと？スイカはってこと？なち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 ら、おはよう。なち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 、確かにネギだね。そう、白と黄緑。名古屋行きたい。 VR 名古屋する。ケーキ予定があるのでオンラインで頼めたら、イエーイ。オンラインリリーで見てくれよな。なちなち、まだ家にいる。まあ、でもあなた まだね家にいたら間に合う人でしょ。ライブでみんなね、そう、長ネギ振ってる。みんな長ネギ持ってね、手フリフリしてる。かわいい。あとな、ねえ、どこかな、ここかな、ここかな。コパンちゃんワンマン後に公式で、公式オンラインで3人の囲みチェキ。うわー、ありがとう。そう、しおちがこの前ね、コパンちゃんの、コパンちゃん用のね、あれ写真見たでしょ、ラジオ配信、ん？配信で画像出してたかな。す
three shot。 たみたみ今日も話し会だね。次2月にある。いっぱいある。よしひこ、お、今日電車か。いらっしゃいませ。名古屋、今名古屋の街行ったら大名作室さんいっぱいいるかな。これからかな。リリベアイカナイスワンマンからの人ね。夏はあこちゃんがルンルンしてる。たまきさやちゃんオーバー。まだ寝てる寝かけてる。伊豆パパ、1日に年越しで遊ばっとくてお店開いてるって思った。2月1日、あ、一応お店の、ね、確認してる。ハーゲテートってことは50人、え、あ、そういうこと。メンバーの数に対してみんな一人一枠出たらってことは。ポンポンだ、ポンポン、こんにちは、ポンポン。今日40人揃うって聞いた。しかちゃん、大須のメイド喫茶、名古屋のメイドさんどうでした。玉木、今よ向かってる予定でした。今頃何しん、ブパブパ。あ、今10分だ。15分頃まで配信するよ。ちょっとお肌調子悪いな。みちゃん朝ごはん行ってら。サマさんおはよう。ナッチ1時間弱で行けるからな。へえ、それぐらいなんだ。どこに住んでるんだ。コパちゃん見た、泣いた、湧いた。多分2月のが終わったら多分飛ぶんないね。へえ、今集中期間みたいな。ナチワンマンから参戦、イエーイ。インターナショナルレジェンドホールで会おう。もちろんまた来ます。ワンマン楽しみにします。配信の方ですか。てか今日配信、え、配信あるの。あ、本当だ、これ